森谷市役所は日本の地方公共団体である茨城県森谷市の執行機関としての事務を行う施設。1955年3月1日の合併によって誕生した森谷町役場を前身とする。当初、庁舎は森谷町役場を使用し、旧大井沢村、大野村、高野村役場が支所として機能していた。その後、1959年に役場を 森谷座中町に移転すると同時に支長を廃止。1990年5月に再度の移転を行い、現在地に立地する。1990年5月に森谷町役場として開庁し、市政施行後は森谷市役所として使われている。設計管理は日本設計によって行われ、南に沢と松林がある景観を生かし、駐車場の南端を 展望広場としたり、最上階に展望スペースを設けた35メートルのシンボリックタワーを配置している。住所、郵便番号302-0198茨城県、森谷市岡市は950番地1アクセス、関東鉄道助走線及び首都県、新都市鉄道つくばエクスプレス線森谷駅より、バス、森谷市役所下車徒歩2分9森谷町役場土地に、 開設された行政サービスセンター。長子街道沿いの旧市街地にあり、市役所で行っている一部の業務はこちらでも行われている。住所、郵便番号302-0109森屋市、本町あざ中町631番地1アクセス、関東鉄道助走線及び首都圏、新都市鉄道つくばエクスプレス線森屋駅より、バス、保健センター。 中町下車徒歩1分取扱業務内容。ありがとうございます。